じゃじゃーん、発見、菊本さんです。あずあずです。お久しぶりです。実はですね、これオープニング撮ってたんですけど、はい、全部消えてたのでごめんなさい、すいません、ね、はい、で、これ絶対使ってね。わかりました。どんなことがあっても使ってよ。え、ちょ、怖い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 でしょ。はい、怖い。いや、正直、はい、あ、去年一回共演させていただきました、釣り百景で。はい、ありがとうございます。で、僕はですね、女の子と共演するのがあんま好きではありません。はい、はい、こんな性格なので結構きつめです。はい、はい、で、正直嫌でした。はい、はい、で、ただ2日間一緒にいて久しぶりにちょっとファンになった女の子。めっちゃ根性あるね。ありがとうございます。これはリアルに僕嘘をつかないのでお伝えいただきたいんですけど、すごいなと思いました。あ、嬉しいです、はい、めちゃくちゃ嬉しい。なので多分こっから先メタニウムに一人で行って何でも全部喋ってくれると思うから行ってきてくれると思います。こっから先ノーカットだからね。ちょっと待ってよ、黒田さん。黒田さん、いやいや、私ね、黒田さんのメタニウム DC の開発のブログを見させていただいたんですよ。で、はい、メタニウム DC、あ、ちょっと今間入りました。失礼します。はい、メタニウム DC あるでしょう。DC って聞いたらすごく重たいっていうイメージを持つ人が多いと思うんですよ。でもこれ現行のメタニウム DC と同じ重さです。で、なんか別に恥ずかしいんですけどでね、これね、巻き心地とかも全然変わんないんですけど、なんかギア、その重さをどうやって取るかっていうのをギア、中のギアの素材で軽量化を測ったっていうところで、めちゃくちゃ軽いです。で、この、まあ、DC ならではのこのブレーキモードっていうのがあって、だいたいこれってこのここ蓋を開けないと、だいたいね、あ、まあちょっと、だいたいこの蓋を開けてここで設定するのが今までのスタンダードだったんですけどね、これがもう外に出てるんですよ。これがブレーキモードが、そうだからもう開ける必要がないです、そもそも。で、やっぱ DC のイメージを覆してくれるリールになってるんではないかなと思います。はい、今黒田が全部後ろで見てたんですけど、すごいやりづらかったと思うんですけど、はい、やっぱこれだよね。多分僕のブログをめっちゃ読んで、それを全部言ってくれたんですけどこれね、一個席が空いていて、はい、女の子でこれ系の解説をやったことは過去にいないのよ、はい、オフィシャルでね。はい、あ、そうか、オフィシャルで名だたる方がいます。はい、まあ、ダイヤに行かれた有名な方とかすごく名だたる方がいるんですけど、はい、皆さんやっぱり、あ、釣りの楽しさを伝えるだけっていう方ばっかりだったんですけど、僕は彼女だったら一枠取れるんじゃないかなと思う。毎年僕らがメタで、今年行ったらメタニウムは、匠くんが先やったりですね、カルコンで行ったら田辺さんがやったりだとか、まあ、僕もやったツインパの話とかしたりするんですけど、女の子が説明する時がいつか近い将来来るんじゃないかなと。女性、女の子って言いけないですね、女性がね、はい、それ僕楽しみにしてるんで、視聴者の皆さんも黒田のお墨付きなんで、はい、ありがとうございます、はい、黒田さん、ありがとうございます。で、これいくらくれるんだっけ。これは昨日の台本通りやったんだけど、いやいや、あ、それ言っちゃダメだったっけ。ごめんごめん、黒田さん、すいません、すいません、カットで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 、すいません、ありがとうございます。そこまでが台本です。はい、なるほどね。いや、できてた。本当にこれね、それがね、マジでいいっすよ。これ本当に軽くて、で、中 の、 ギアが樹脂、硬い樹脂に変わってるんだけど、でも剛性感も全然問題ないと思います。今までは金属のギアだったんだけど、それが樹脂に変わってるけど、その辺の剛性感は多分バッチリだと思います。で、もう一個私おすすめのリールが新作であって、もう一個おすすめのリールがあります、はい、これはバス釣り始めたい人、入門編の人、ベイトリールをまだ使ったことがない、でも何選んでいいかわからないという人におすすめのリールがあります。はい、ちょっと失礼します。待って、はい、これ、はい、SLX。 あー、いいね。聞いたことあるかな、うん、これがね、私が初めて買ったリールが
ベイトリールが SLX だそうで、これでほとんど釣りを覚えたんです。同じラインですよ。その巻きも内も全部私は SLX に覚えた。ビッグメイトもそう。でそれが進化して帰ってきたっていうことで、やばいです。このね、私この SLX のクラッチの感じがめっちゃ好きなんだよ。カチャカチャってなんかこう操作してる感じがすごいで軽いし、で前の SLX よりもちょっとコンパクトになって。すごくファーミングしやすいから、めちゃくちゃいい。で、剛性感もすごく強いリールなんで、もし何かちょっとメタニウムとかだとちょっと高いから、これね、2万円台で買える。2万円台で買えるから、すごくいいと思う。すごいです。めちゃくちゃおすすめです。はい、こちらです。はい、SLX を。はい、もう2台ですよ今。安いね。安いでしょ、うん、これ多分釣り具屋さんとかだったらもうちょっと安くはなると思う。そうだね。あとこれね、あとこれ、はい、もうこれ、もうビッグベイトこれ一択っていうぐらい、はい、私もめちゃくちゃ使ってます。これがこちらです。 XGLH っていうのはロードハンドルで役です。そしてレフトハンドルではない、間違いのないものです。おすすめです。これはとにかく使って、本当に使ってっていうしか言えない。マジでいい。じゃあ、ありがとうございます。いい仕分け。宣伝してください。宣伝してください。いや、いい仕分けです。ちょっと奥田さん動画撮ってもいいですか。インシュアゲームってボートシーバスとか、あの近海の釣り、そう近海で、私去年インシュアゲームを島田さんが教えてもらって、うん、ボートシーバスすごいめっちゃやってたんですよ、うん、で奥田さんの動画とかも見てて、アーマージョイントめっちゃ、はい、うん、めちゃくちゃ釣りました。釣れますよね。めちゃくちゃ釣れました。あれ280円じゃないですか、はい、あれってバスだとスローフローティングの SF の方がいいですよ。そうですよね。エクセンスの F だとバスはちょっとしんどい。やっぱあのラトルがいいんですか。 SF のラトルが入ってる、ラトルと、はい、SF の方がラトル強いんですよ。ラトルがでかい でかい。あとエクセンスってここにピンついてるでしょ、はい、だから泳ぎきっちりしてるんですよ。どっちかって言ったらまっすぐってことで、こっちの方はピンが入ってないんで、はい、どっちかって言ったらちょっとロールが弱ロールが入る。だからバスってロール弱ロールって好きでしょ、はい、でドッグホークの操作感もこっちはやりやすいんで、大体もう今日本のフィールドでブラックバスでジャイアントベイトったらほぼほぼ基本になってくるのがグライドのドッグホークじゃないですか。もう早巻きからのストップでドッグホークさせるのがこちらの方がやりやすくて、しかもちょっとロールでバランスを崩し気味になるっていうのがこれのミス。ちなみに早巻きとかは、早巻き全然いけます。破綻しないです、うん、これがめっちゃ私好きだったんです。フチロックね、うん、これがすごい絡まらないし、ちょっと硬いんですよね、280は。ちょっと硬いですけど、まあでもそんなに私でも全然させるぐらい、うん、すごい画期的な、うん、そう折れ曲がるんですよこれ。本当にただ巻きでも早巻きでもそのドッグホークとか全然何でも、あれでしょ、何がいいかっていうと超まっすぐ飛ぶでしょ。まっすぐ飛びます。だから例えばリザーバーとかでこの岸壁沿いをこう切りたいなっていう時にま、はい、っすぐ行くからまっすぐ切れるじゃないですか。でラインもここにあったりして、でダメなのって、まあ、言い方悪い、ダメなのってこうスライスとかロールとか回ったりして軌道変わるでしょ、はいはい、ここに入れたいのにこうスライスしてこっちに落ちて、ああダメだなっていうコース切りになるので、それがこれやりやすい、やりやすい、すごいピンポイントでめちゃくちゃやりやすい、はい、アーマージョイン
よりおすすめ。これから春はこれスローフローティングなんだけど、まだちょっとレンジがどういったら浅い、うん、なので貼り付け鉛をこの前側と後ろ側、はい、こことここに貼って、はい、ちょっとねレンジを入るようにすると距離のでかいのが、まあもうドッグウォークでいいです。今度池原で使おうと。あ、まさにそう。まだジャイアントメイトでバスを釣ったことがない。最初はちょっとこれに頼ろう。これはもう本当に釣りやすい。でも売ってないんですよ、この SF が。F は売ってるんですけど、SF が本当に見つけてる。間もなく出ます。間もなく出ます。楽しみです。はい。ありがとうございます。すいません。頑張ってください。ありがとうございます。皆さんでした。ありがとうございます。直接おめでとう。ありがとう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当に。いや、カレンちゃんともちょっとね、アングラーサイドで、じゃあ、この釣りフェスの始まる前日に一緒に飲んだんだよね。飲みました。あれやこれや、あれやこれや。ないことあることを話して。ないことあることだね。ないことあることを話して。いや、でも本当にね、カレンちゃん私は助けられた部分も本当にあるし、なんか頑張ろうって覚えるようなパワーをすごくもらってるから嬉しいです。引き続きこんな石川ですけど踏み台にしていただいて、どうぞ仲良くしてください。石川ぶっ潰すっていうのもね、ちょっとお手柔らかにしていただいて。それはもう4年前の話ですから、ぶんちゃんちょっとそこは忘れていただいて、ちょっとね根に持つタイプです。そうそう、でも本当にこうやって気軽に絡んでくれる後輩がいるってすごく嬉しい。あ、本当ですか。うん、変わらず仲良くしてください。よろしくお願いします。いや、もう最後なんですよね。もうそう、ジャッカルの文ちゃんとしては最後です。あ、そうなんですか。そう、だからまた来年はアングラザイドルのトークショーの時にはまた一緒に。あ、そうなんだ。よかった。それも出ないかも。出れると思うので。そりゃもうしぶとく出ますよ。波に来い。よろしくお願いします。うん、ありがとう。はい、すいません、お時間いただき。ありがとうございました、皆さん。役に立ちます。いや、そう、古村さんの的な、うん、例えばコツとか、ああどういう風にこう、どうせ使わへんやん。使いますよ。使います。あのシャイザイダーめっちゃサラリコで今投げてて、はい、ああ、なかなかこう、はい、難しい。動画を見たんですけど、うん、なかなかやっぱうまいこと使いこなせないので、はい、どういう感じのコースとかで当てた方がいいのか。ちょっとコツがあれば、はい、うわー来た、はい、実際に実際に使って手振ってるやつ、はい、でワイヤレスとかスピードを置けないの？あ、ここにあります。ここできる。はい、大丈夫。まず、Tタックルです。はい、Tタックル。うん、はい。Tの6号に、はい、リーダーが50ポンドとか60ポンド。はい。フロロ。フロロリーダー。まあ、ナイロンでもいいけど、はい、できればフロロで。できれば。なんでこんなことしてるかというと、はい、に岩盤とかあれば石がゴロゴロしてるようなところとかに、はい、すごくタイトにもうガンガン当てながら使いたいんで、そうですね、はい、そうすると人が擦れるやん、はい、で、ブロロの20ポンドとか25ポンドとか30ポンドとかするようなところだと、もう下手したら 2,3 度に1回ぐらい結び直さないとダメなんです。そんなにこの辺がザラザラになって、そんなに当てまくる、当てまくる、ガチガチに、はい、まあ、水深によってはその目いっぱい潜ってやっと石に触るくらいの深さを向く時もあるけど、はい、もっと浅かったら当たりっぱなしとか、はい、でまあ予期せぬ場所に例えば枝が出てたりとか、はい、岬の張り出しとかやったら、例えばまあ、こんな風に地形が水中で張り出してます。
とかボートポジションとかで結構続けて少し足してきたら、ここで当てれるんだけど、それまでの間にラインがずっと擦れてるんで。あ、そうです。なので、これを50ポンドとか60ポンドにすると、はい、2日間か3日間ぐらい結び直さなくて大丈夫。プラス、ビギナーなので、はい、糸が伸びないんで、感謝だと、スポンサーで始めてくれる。投げの音で伸びちゃうと、あ、見えてる。なるので、まあ、ハンドル半回転で外す。もうそのまま、コンタクトさせたときに、巻き続けた方がいい。方が当たり方で強く当たった場合はそのまま根がスタックが挟まるかもしれないので、はいはい、ちょっと止めてもらって浮かせて、まあ、これなら巻き切って抜けてくれそうやなと思ったら巻き切る、まあ、大体ポンと当たってフリってなった時に、はいクランクに近い感じの。クランクです。完全にカバークランクをディックウェイまでやる。奥村さん、これ板重に貼ってるんです。これはまあ試作品やん。あ、そうなんですね。浮力調整用に貼っただけで。まあでも、春冬とか、はい、早春はちょっと浮力を抑え気味で、一段下をブレークとか。ちょっと例えばこれでノーマルで2メーターいけるんやったら、ちょっと 2.5 とか3引きたいとか、上にかかるけど、その代わりスタックした時に浮力でクリアするのがしにくくなるので、はい、そこはまあちょっと自分で好みに調整する。じゃあこれからの時期は今まさに、今まあオールシーズン使ってます。魚のレンジさえ上は飛ばすことができれば、それのサイズ違いはいつ頃、もう発売されたもう売ってるから。あ、そうですね。で、次このサイズ。あ、大きいのが早く欲しい。あ、出るの楽しみ。わかりました。まあ、相模湖とかだったら、あんまり岸沿い、平行に行けるところ少ないと思うんですけど、オーバーランクしてるんで。でも、水中の張り出しとかはい。あ、張り出しとか。岬に。はい。ありがとうございます。その話です。使います。使います。今回いろんな方にお話して、はい、それを上げさせていただきます。はい、じゃあ楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。YouTubeフォローしよう。ぜひ、お願いします。またご連絡させていただきます。わかりました。ありがとうございます。どっかで来た？はい。どっかで来た？アングラーズアイドルのトークショーです。あ、そうか。はい、それが終わりました。はじめまして、チキカレーです。はじめましてなんですか。はじめましてです。はい、お会いするのは初めてです。知ってる、知ってる、知ってる。マブ、マブ、レイドとかしてるから。マブ、レイドとかしてるから。すいません。いらっしゃると思わなくて。何？私、バスフィッシングをメインに。あ、バス？はい、関東に住んでるんで、亀山とか。え、あるよ。まあ、もう一回も見かけしたことないんですよ、こんなに行ってるのに。で、次の日行った人とかは、昨日、田辺さんに行く。雨の日に行くといいよ。雨の日に行く。うん、行く、行く、なかなか泳げない。合計とかも使って、オリックスはバキモン、バキモン村さんじゃないです。で、なんかチューバー、アングラスアイドル。おーおー、それで結局、はいはい、なんだけど、これがなくて、全然その場所がなくて、自分で一生懸命やってるっていうか。あ、いい、そうだ、コロナの最近、活躍してたよね、だから。そう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 。そうそう。いや、誰だっけ、誰か。畑だ、畑と一緒にやってなかった。一緒に、最初のきっかけは畑さんだって。そうか。で、今はカスミで自分で大会を開いたりとかで、大体なんかやってたっけ、年に2回やってて、200人、300人ぐらいやって
多いじゃん。そうだよ、松屋だよ。新宿で。確かに、あんま接点ないし。そうなんだ、なかなかお会いする機会がない。俺もラジオに遊びしてもらってる。はい。急な田辺さんは緊張するってやばいって。私ゆうさんばっかり見て田辺さんに全然気づいてなかった。急な田辺さんは緊張する。もう本当に、でもよかった、ずっと本当にお会いできてなかったから、次会ったら絶対喋りかけます。はいはい、カレンティ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。どうしたんですか？いや、ちょっと新作が。あ、アドレナの、はい、新作を見たくてか、はい、コンパクトドームの、うん、素晴らしさをちょっと、どっちかを聞きたい。それはやっぱアドレナでしょ。どっちですか？この一番おすすめの番手というか、なんかこう、使いやすいの。あ、それは僕が使うというよりもカレンティが使うことを想定して。そうですね、っていうことね。春、うん、それは、いや、それはもう一択やん。どれですか。何を言ってるんですか。いやだって誰ですか。いちきです。違う、ブルーロッキングの人でしょ。はいはい。もうだから、これです。あ、これはい、これアドレナー、もうこれ、もうこれ、これしか見ないでください。これだそうです、はい、これしか触らないでください。軽、はい、あのね、はい、7-2H、はい、ね、ラバージグを打って、はい、ラバージを打ってツールってなったら、はい、これですよ。これなんかそのあれ、このガイドはなんとかっていうの、これは違う。あ、これはスピニングじゃないんで、あれスピニングだけの話なんです。ああ、なるほど。そう、これ本当だ、ガイドが逆になる。名カメラマン、名カメラマン。いや、素晴らしいよ。この人素晴らしい。あ、ガイドの特徴としては、はい、スピニングの話なんですよ、はい、これ投げるときに糸が当たらなくてよく飛びますよと。で、そうね、スピニングも、あ、もう全部言ってほしいけど、スピニングやったら、ちょっとね、結構出るんですね、安定、一心さんだ。まずこれ、はい、まずこれ、で、NL、うん、これは、あれですよ、6点の ULS、はい、ULS、 あ、違う、ごめんなさい、間違った、LS、グロリアスの 2610LS、はい、これお気に入りじゃないですか。お気に入りです。あれのちょっとパワーが上がってますよ、バージョン。あ、もうあれで結構ダウンショットとか、うん、サイトフィッシングとかあれがいいみたいな話。そうなってる。これはこれは、それ使うワームの種類がちょっとでかい、はい、1.5倍。え、じゃあ5インチ。そうそういう話、5インチをめちゃめちゃ細かくシェイクしますよと、はい、うん、だから、はい、スピニングで言ったらまずこれね、まずこれ、はい、もう1本、もう1本、スピニングいっぱい。これ、はい、これ272ML、はい、ML、はい、さっきまでの、ロッドと MLML でお友達なんですけど、これソリッドじゃないんですよ、かつ2ピースなんですよ、はい、これだから2ピースなんですよ、はい、僕これグレアマにも持って行ってたんですけど、これですか、これのプロと。あ、そうなんですか。そうで、あれを釣ってたやつ、石持ち、アロアナじゃなくて石持ちを釣ってたやつ。あ、これだったんですか。これ、何で釣ってましたっけ。キャロ、
あ、これでキャロやってんだ。そう。何グラムくらい？あの時グラムとか気にしてなかったね。アマゾン側にグラムとかないやん。あ、まあ確かに。なんとなくで通用する感じ。そう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 。なんかガイドさんがこうやって。これでいける。これでいける。あんな感じ。こうやって測ってます。そうそうそう。あれあれもいい。あれにもいい。あれにも。やけど、はい、スピニングロードとしてめちゃめちゃ幅広く使えるんですよ。そう。だからこれは絶対絶対。絶対だ。はい。絶対です。これなんでここ下穴開けたんですか。これこれね、はい、見える。見えろ見えるやろ。うわあ。すげえやろ。え？すげえすげえやろ。めっちゃ遠く見えるや。っていうことができるんですよ。いる？それいる？そういう、うわすげえとかいうやつ。あ、おもちゃとしても使える。なるほど。いった？いった？とかちょっと、はい、おやつ。あ、詰めたりとか、そう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 そいや、あんま怒られるからね。変なこと言うと、ちゃんと、はい、ちゃんとしたやつ。ちゃんとしたやつやったら軽くなってる。はい、軽量化、はい。グリップエンドが軽くなるってめちゃめちゃそのロッドのバランス変わるから。そうですよね。そう、竿が軽くなってるんだからグリップエンドも軽くしとかないとバランス取れないよ。グリップエンドが重かったら逆に重かったら竿が軽いんやから、グリップエンドが重かったら竿がピューと上がっていく。でしょ、勝手に上がっていくでしょ。ここが重たくて竿が軽いんだったら、でもここが軽くなるとそこバランス取れるやんっていうところです。これによってめっちゃ当たりを感じやすくなるし、感度が上がったと、感度が上がったことは言ってません、はい、深いですね。ああそうそう、だからそうやって軽量化することによって、はい、いろんな当たりも分かりやすいし、そうバランスも取りやすいしっていうところで、はい、なので、72H と、はい、73MH、 これです。これいつ頃から販売なんですか。3月。早い。3月、はい、3月です、はい。ラーメンをいただきます。タイラーメンでーす。ちょっとここに置かせてもらいます。今日は前のバイト先のみんなが来てくれてます。アングラーズアイドルになる前のねバイト先の皆さんがうまいそれね。うまい。めっちゃ辛いぐらい。マグロと？ネギと。うん。うまい。何味？だし、タイだし塩ラーメン。うまそう。めちゃくちゃうまいし。